ねえマリサ、びっくりするものを見てしまったのよ。一体何を見たんだ？カエルがカエルを食べていたのよ。まあ、カエルは肉食だから共食いしてても不思議じゃないよな。別荘なの？そうだよ。遥か昔のカエルの祖先には恐竜を食べてたカエルもいるくらいだからな。恐竜を食べるカエルですって？びっくりしすぎて目ん玉飛び出そうだったわ。めっちゃ気になるから教えてちょうだい。よし、じゃあ今日は恐竜を食べるカエル、ベールゼブフを紹介しよう。それじゃあゆっくりしていってね。カエルの祖先は今から約2億9000年前ペルム紀前期に北米に生息していた明白高分子目に属する陸生の絶滅両生類。ゲロバトラクスっていう名前のカエルで学名はギリシャ語で古代のカエルっていう意味なんだ。え、見た目は尻尾があってオタマジャクシに足が生えてる状態のカエルに見えるわね。でも胴が長くて山椒魚にも見えるわ。良いところに目をつけたなレイム。このゲロバトラクスはカエルムビ目と山椒魚やイモリなどの有尾目の共通の祖先なんだ。確かに両方の祖先って言われればお互いの要素を持ち合わせたような中途半端な姿ね。見た目も中途半端なんだけど動きや特徴も中途半端だったんだ。このゲロバトラクスは口には歯が並び、カエルのように飛び跳ねて移動できず、山椒魚のように体をくねらせて歩いていたようだ。しかし後足の指骨は長く発達しておりカエル的なようにも見え、カエルのようにむき出しの大きな鼓膜があったと言われている。共通の祖先なだけあってお互いの要素を兼ね揃えてたわけね。無尾目と有尾目は3億年前の石炭紀に分岐したと見られていたんだが、1995年、米テキサス州で出土した全長11センチメートルの化石が発見され、それから9年後の2004年にはカルガリー大学のジャソン・アンダーソンに再発見され、カルガリー大学の研究チームによる形態学的研究が進められた結果、ペルム紀の初期から中期の2億7500万年ないし2億4000万年前に分岐したのではないかと考えられているぞ。この研究結果が発表された2008年は国際カエル都市だったぞ。国際カエル都市に両生類の祖先からカエルが誕生した時期がわかるなんて何か意味がありそうね。現在から約2億5190万年前に始まり、約2億130万年前の三畳紀には長い胴と短い大持ち頭部はカエルの原生種と、よく似た特徴を持った両生類に進化したのがトリアドバトラクスだ。顔はかなり現在のカエルに似てきたわね。胴も少し短くなったようだけどまだ少し長いわね。胴体や足には現在のカエルほどの特殊化があまり見られていないんだが、現在のカエルに近づいた点として歯がなくなり、肋骨が退化したことが挙げられるぞ。現在のカエルは脊椎の数がわずか9個ほどしかなく、骨の数を減らすことで背骨は短く太く、頑丈になっているんだけど、トリアドバトラクスの脊椎の骨は24個もあり、尻尾も残っていたんだ。それにまだ後ろ足は短くジャンプはできなかったんだ。現在のカエルの骨格と比べてみたら全然違う生き物に見えるわね。中生代ジュラ紀前期に現在のカエルとほとんど変わらない姿をしたビエラエッラが現れたんだ。脊椎の数は10個、極端に長い後足も持っていたから現在のカエルのようにジャンプして移動していただろうな。やっとカエルになったって感じね。さあ、ここから悪魔のカエルと言われるベールゼブフを紹介していくぞ。待ってました。約7000万年前にあたる後期白亜紀のマーストリヒチアン期のマダガスカルに生息した大型のカエルだ。マダガスカル？この人しか思い浮かばないんですけど。確かに。いつも地球儀持ってマダガスカルの位置を教えてくれてる人だからな。マダガスカルってアフリカのこの辺の島よね。そうだ。それでこの人なんていう名前の芸人さんだったかしら？ゴージャスさんだよ。あ、思い出したわ。ゴージャスさんね。それにしてもベールゼブホって言いにくい名前ね。何か由来はあるの？俗名は異教神あるいは悪魔ベルゼブブと引き換えるの学名であるバフォの混声語なんだ。名前に悪魔が入ってるなんて相当ヤバいやつなのね。化石から推測される大きさは最大で体長約41センチ、重さが 4.5 キロもあったんだ。カエルにしてはでかくてお化けサイズだけどさすがにこのサイズじゃ恐竜は食べられないでしょ。それが頭部は非常に大型で口を大きく広げることができ、比較的大型の獲物を捕食していた可能性が高いんだ。具体的にはトカゲなど小型の脊椎動物のほか、孵化した直後の恐竜の幼体なども食べていたようだ。なるほどね。恐竜って言っても恐竜の赤ちゃんってことなのね。恐竜って聞いて何を想像してたんだ？まさかでっかいティラノサウルスとかを想像してたんじゃないだろうな。う？図星かよ。
ベールゼブホが恐竜を捕食していたと言っても、もちろん大人のティラノサウルスを食べていたわけではないが、生まれたてのティラノサウルスの幼生ヒナや小型の恐竜を捕食していたようだ。何しろ原生のカエルもヘビを食べるくらいだ。白亜紀に恐竜を食べていたカエルがいても不思議ではない。狩りの仕方は待ち伏せをしてその大きな口で自分の身体以上の獲物を捕食していたと考えられている。なぜか体が大きくなると待ち伏せをして狩りをする生物が多い気がするわね。体が大きくなるとどうしても動きが遅くなりエネルギーも大きさに比例して消耗するから。待ち伏せして狩りをするのが一番効率がいいんだろうな。なるほどね。カエルは目に動く生き物をすべて捕食対象とするという、食欲のゴンゲのような動物と言われ、体格に見合ったエネルギーを確保するのに、かなりの動物を食べていたことは想像に難くないな。そしてベールゼブホの恐ろしいところは狼に匹敵する攻合力があるところなんだ。狼に匹敵する攻合力？相当やばいわね。カリフォルニア工科大学などの研究者が原生ツノガエルを調べたところ、最大で 32.9 ニュートンの攻合力を測定したんだ。この結果をもとにベールゼブホの頭部の幅と身体のサイズに換算すると、最大で 2200 ニュートンまで可能な攻合力を持っていたことが推測されたんだ。人間の攻合力は通常の食事の咀嚼で約70-150 ニュートン。最大で500-700 ニュートン程度だからいかに強いかわかるよな。もし噛まれたりしたら骨まで砕けちゃいそうね。絶対に出会いたくないカエルだわ。ベールゼブホは、分類上はツノガエル類というグループの近縁であるとされ、復元される姿も、現世のツノガエル類を参考にされることが多いんだ。ツノガエル類は肉食性の強い獰猛なカエルで、自身と同程度の哺乳類、ヘビすら捕食対象としている。現代にも悪魔の血を引いたカエルが存在してたのね。ベールゼブホの化石はマダガスカル島でたくさん見つかっているんだが、近縁種のツノガエルはなぜか地球の反対側にあたる南アメリカ大陸だけに生息しているんだ。生息地が全然違うじゃない？マダガスカル島は約1億6000万年前、超大陸ゴンドワナが分裂する際にアフリカから分離し、その後約8800万年前にインドから切り離されて孤島になった。かつては後期白亜紀まで南アメリカ大陸とマダガスカル、場合によっては南極大陸が陸続きであった可能性も考えられていたぞ。もともとは陸続きだったってことね。大陸移動説ではな。化石の数からしても、かなりの数がマダガスカル島に生息していたと思われる。天敵はいなかったのかしら？この時代は恐竜がいたんだがカエルを食べる恐竜はいなかったんだろうな。隔絶された孤島は、天敵の少ない環境を生み、結果ベールゼブホという巨大カエルが生まれたと言えるな。天敵がいなかったとしたらどうして絶滅してしまったの？絶滅したのは隕石落下による気候変動と思われる。巨大な生物は環境変動の影響を受けやすく、適応ができない傾向が高い。言われてみれば環境が変わって真っ先に滅びるのはいつも巨大で最強の生物だったりするわね。進化しなくても繁栄できる環境がもろ刃の剣となって絶滅してしまったとも言えるな。ということで今回の解説は以上だぜ。それじゃあ今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。